こんにちは、東山です。今回は私たち日本人があまり褒められるのが上手ではない話、そして、自虐的なリアクションや過剰な謙遜はもう時代遅れ、こういったことをテーマにお話ししていこうと思います。日本はパブリックな場所で身内を褒められるととにかく否定したり謙遜する文化というのがあります。例えば素敵なご主人ですねとか綺麗な奥さんですねというふうに褒められると、いやそんなこと全然ないんです、いやいやいやというふうな、こういうリアクションをよく目にすると思います。こういったやり取りというのはよく見ますけども、褒められた時に素直にありがとうと言わずに全然そんなことないと否定する、本当は嬉しいけども素直な言葉や感情を表現するとどう思われるかで、これって結局誰か自分以外の存在からどう思われるか、どういうふうに見られるかっていうのがまたベースにありますよね。で、こういう相手にどう思われるかマターに心を奪われてしまうっていうのは私たち日本人にちょっと共通する意識かなっていうふうにも思うんですけども、どうでしょうか。こういったほんの小さな自分自身に対する思いやりのない発言、つまり自分自身の感じ方よりも自分以外の他の存在がどう思うかとかどう感じるかっていうことを優先した言動っていうのは少しずつ潜在意識に積み重ねられていって、本当にゆっくりだけど確実に自分自身に対する評価を低くさせる原因になっていきます。自分がどう感じるかよりも他人を優先するとか、自分がどう見られるかどう思われるかっていうのをすごく気にするのって私たちの文化でもあるんですけども、他人がどう思うかよりも自分がまずどう感じるかどう思うかっていうのを優先していくことが本当に今大切なことだと思います。綺麗になりましたねとか、あ、痩せましたねとか、本当になんか可愛いお子さんですねとか、お利口なお子さんですねとかいうふうな褒め言葉をもらったら、まずありがとうございますっていうふうに返せばいいですよね。それをね、いやもうメイクでごまかしてるんですよとか、もう全然気痩せしてるだけでとか、自虐っぽい反応をしないと、あの人褒めたら調子に乗っちゃってみたいな、そういった意地悪な気持ちになる人っていうのはいますけども、そういうのはもうほっとくしかないですよね。なんかどんなに心を配って発言しても行動してもネガティブな受け取り方をする人っていうのは一定数絶対いるんですけども、それはその人がもうそういうメンタリティで物事に対するあの反応の仕方を自分でもう選択しているので、もうしょうがないですよね。意地悪でネガティブな感情がこう解放されていない感じ、屈折した感情を積み重ねてしまっているのはその人の問題であって私たちの問題ではないので、あまりもう本当に関わらない方がよくて、ネガティブな気持ちがこう根底にある見せかけの言葉には笑顔とありがとうっていう言葉が何よりも強いプロテクションになるので、もうそういうのはね、ちゃんと自分のことは守ってあまり近寄らない方がいいです。本当は嬉しいのに、本当は誇らしいのに、心で感じていることと真逆の反応をしたりとか発言をするっていうのは、どんな小さなことでも心と違うことを続けていると知らず知らずのうちにストレスが蓄積されていきます。そういったことにも意識的になって心をケアしていくことというのも大切です。肯定的な言葉を相手にかけることで肯定的なリアクションやエネルギーが返ってくるっていう話なんですけども、なんかヨーロッパに限らず日本以外の国ってパートナーや家族、その身内に対する褒め言葉に対して謙遜とか自虐的な要素が含まれた反応する人っていうのはほぼいないんですね。まあ、稀にいたとしてもその人たちは結構かなり深刻な状況にあるというか、かなりシリアスな問題を抱えているので、なんかもうお互いのことを嫌いになりすぎてとか憎みすぎてヘトヘトみたいな、なのでちょっと
ちょっとこれは例外ですね。基本的にはみんな本当に肯定的で、家族のこと大好きだし、パートナーのことすごく自慢に思っている。そしてそういった言葉を惜しみなく使いますね。もし普段から仲良くしているのに人前でね、自分のパートナー、例えば奥さんのことをこいつは何やってもダメでみたいなことをもし言ったとしますよね。そしたらその後かなり深刻な問題になると思うんですね。夫婦喧嘩とか、なんでそんなこと言われないといけないのとか、なんであんなこと言ったのみたいな。で、日本では割と当たり前に本人の目の前でその人の恥ずかしい失敗談とか、なんかこう愚痴みたいなものをその共通の友人の前で話す人っていうのはいますけど、これもヨーロッパではありえないことでモラハラ扱いになりますね。で、一番近くにいて共に人生を過ごすパートナーですよね。で、そういった自分にとって重要な人間に本音ではないとはいえ、そういった言葉を使われると自分でも気づかないくらい少しずつ潜在意識の中にネガティブな感情っていうのが蓄積されていきます。で、外国人のお友達が多い人やパートナーが外国人の方はお分かりになると思うんですけども、なんか日本の感覚でパートナーを愛情を込めて、愛情をこもってるんですよ、愛情を込めて、この人ほんとこの間こんなことあって、こんなことしちゃってとか、この人ほんとダメでみたいなことを言ったとしますよね。その人をなんか恥ずかしいと思ってるかのような発言、そんなことすると周囲がまず変な空気になりますし、そういったことを持ち出されたパートナーもとても傷ついた悲しい顔をします。日本と外国を比べてそれがいいとか悪いとかっていう話じゃなくって、もし心に嬉しさや感謝を感じているんだったら誰に気兼ねすることもなく普通に表現すればいい、素直に表現すればいいということですね。なんかさっきも言いましたけども、なるべくね、心と違うことをしないように気をつけていってもらえたらなと思います。肯定的な言葉っていうのは相手に対してなんか褒めるために嘘をつくとかじゃなくって、もちろん例えばこれパートナーに対してだと、今までにしてもらった感謝していることっていうのを思い出してそれを伝える、あの時こう自分が大変だった時にそばにいてくれてありがとうとか、風邪ひいて大変だった時に看病してくれてありがとうとか、そういった感謝してる言葉、相手に対する肯定的な言葉、なんかその優しさに本当いつも癒されてるよとか、そういうふうな言葉をちゃんと相手に対して出し惜しみしないようにしていれば、必ずね、同じエネルギーっていうのが返ってきます。で、そういう流れに、そういうループに入っていくと、その関係性っていうのはどん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 ね、絆が強くなっていきますけど、相手ができなかったこととか自分が納得できないこととか、そういった感情をね、言葉として、なんであの時こうやってくれなかったのとか、なんでこんなこともできないのっていうふうな、そういうふうな言葉を投げ続けていくと、今度は向こうからもそういった攻撃的なエネルギーが返ってきますから、そうなってくるともうなんかもう日々戦いみたいになっちゃうので、自分に対してもそうですね。なんか自分自身を少し背後、そして客観的に自分自身を見た時に、自分に対してすごいね、こんなこともできるようになったんだとか、10年前だとこんなことできなかったよね、5年前だとこんな風に考えられなかったよね、すごい成長したよねっていう風に、なんかこう肯定的に見ること、例えばヨガの練習、昔はこんなことできなかったのに真面目に続けてきたことで自分自身を成長させることができたんだね、すごいね、というふうに肯定的に自分自身を見ていくことっていうのは意外と効果的で、自分を基準にして考えられるようになっていきます。やっぱりね、どんな人も誰かから大切に思われたいし、大切に扱われたいと思ってると思います。それは
私たち人間の共通した意識だと思うんですけども、誰かに大事にされるよりも前に、まずは自分自身で自分を大切にする、自分自身で自分を思いやる。そうなってくると、心からの優しい言葉や思いやりの気持ちを自分以外の存在に与えることができるようになります。まず自分自身を安定させて、そして周りの人たちにも自分が持ついいエネルギーを与えていけるようになっていけたらなと思います。10月に入りました。暑かったり寒かったり、ちょっと気温がね安定しませんが、体調にはね気をつけて過ごしていただけたらと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。